旧社名表記のバス停山陽バス株式会社は、広島県の大崎上島、大崎下島、豊島をエリアとする路線バス、貸切バスの会社である。山陽商船の関連会社である。旧社名の大崎バスから改称した。なお、名称が類似している企業に、兵庫県でバス事業を行っている山陽バス株式会社、三電交通、並びに大崎バスがあるが、これらの企業及び山陽商船とは無関係である。大崎下島、豊島島内路線の車両かつては大崎上島島内及び大崎下島及び豊島だけを走るローカルバス会社であったが、2008年11月18日の豊島大橋開通に伴い、翌11月19日に大幅な路線再編が行われ、呉市中心部や広島バスセンターまで路線を広げた。瀬戸内3港との共同運行。東行きは中国労災病院省人方区間での下車が、西行きは省人方中国労災病院区間での乗車が不可だったが2019年10月1日より乗降可能となった。それに伴い、これまで飛ばしてきたバス停にも止まるようになった。愛称、飛島ライナー。豊島大橋の開通に伴って、瀬戸内3港と呉市交通局から広島蒲刈線を継承、延長して運行開始。広島呉道路を経由する急行便。旧山新道は経由しない。バスカードは2010年10月31日で取り扱いを終了した。パス P は2012年7月1日に導入した。瀬戸内3港と呉市交通局が運行していた広島蒲刈線と異なり、江ノセンター大浦多度東谷、及び三ノ瀬、塩浜深海に停車しないため、これらの停留所と甲府所呉駅前、そごう間の停留所を直接行き来することはできなくなった。広島蒲刈、豊浜、豊線も参考のこと。公式ウェブサイトはない。最新の時刻表は、各自確認のこと。ありがとうございます。